生の初期時代もまだやってたの。平成では許されてたからね、まだ携帯使うの。驚くことに。相当やばい。今思えばとんでもない。普通に考えた。普通に電話しながらやってた。注意力散漫でそれ事故も多くなるんだって。ね。こうやって喋ってるのと違うじゃん。うん、電話持つってところでもうすでに意識がダメじゃん。でも大丈夫だったよ。恐ろしいけど飲酒運転が大丈夫だから事故が多かった。うん、あのあっ、飲酒運転どうだったかな。いやめちゃくちゃ弱かったよ。いやなかったはず。なんか今みたいな感じではなかった気がする。ちょっと私も子供の頃だからあんまない記憶ねえけど、少なくとも一発免停まではなかった。手元に聞いてみれば分かるよ。うん、ちょうど世代だ、そういう時の。でも昔本当にシートベルトはなかったよ。根本的に車って緩かった感じするけどね。うん、でもそれシートベルトが義務付けないと死んじゃうから意味ないよな。メーカーがわざわざ作った意味ってさ、うん、何のためのじゃシートベルトだよってなるじゃん。怖い怖い。これな、義務付けられなくてもつけちゃうと思う。怖えもん、吹っ飛ばされるし仕事で。後ろだってつけるけど、後ろはね、確か高速だけなんだよ、本当は。でもつけた方がいいと思う。方法的には高速ではつけなさいって話。買ったのかな、多分買ってないと思う。いやでも、うちの父さんだってつけろって言ってるから違うと思うぞ、それ。姉ちゃんたちもだって乗せるとき後ろしてって言ってるから、高速乗ってないけど。うん、あ、まあ普通はね。うん、だから普通に。程よく駅は近いよ。高いんだよ、お師匠さんが。いや、なんかもう、あきんどっぽい。ん？あきんどって感じ。1万5000って言われた時には、言って、だってディーラーの方でさえさ、ボリますねって言ってたもん。俺もやっぱそうだよなと思ったもん。1万5000とかって、もう新宿とかのレベルじゃん。うん。えって声出なかった。検討しますって書いちゃった。もう絶対これ使わねえだろうなって思われたのがちょっと尺だったけど、まあ別にいいやと。いや1号は無理。たまにさ、あんだよな。なんでそのさ、年金みたいな金額やなって感じ。うん、あの東京近所のおばあさんがさ、それ嫌がってるけど、あ、取り鉄さんだ、わかる気がするわ。それもなんかさすがにあれはね、イラッとくるよ。言われたら。よいしょ。何うるさいよ。うるさい。電車で GO。 え？
線のあの電車でこうやってワンハンドルなんだね。初めて知った。海老名にまだあったよ。ただ湾岸がさ、やんちゃなお兄ちゃんが相川なのか200円だって。ワンプレイ誰もやらんだろうと思ってます。体質結構下がってるね。下がってる下がってる下がってる。うん、ワンガン。ああ、ワンガンね。アホしかやってない。お前な、ちょっとさ、わかるよ、言いたいの、そういう風に。そこでアホしかいないからとか言うなよ。わかるけど、気持ち。言い切っちゃったアホしかいないじゃん。まあね。あんな300キロも出るゲームね。モンテズーナかよって、ずっと思って。だって、未成年なのに言い切っちゃってタバコとか吸って怒られるような、で気になるような子たちしかいない。あ、いたね。タバコで注意され、あ、ごめん。いや、無理だ。うん、タバコで注意されてるあんちゃんいたわ。店員さん、よく言えんなと思って。めんどくさくねえんだと思って。もうやらなくちゃダメだから。うん、言わなかったらだって。逆にそれでね。営業停止になっちゃう、こっちが。うん。文章持ってないって言ったらそのまんまも出てけってなっちゃう。注意したことある？あの、聞いたことある。ほんと？いけるかな、イエーイ。飛行機近くだ。食べたからだろ。スキヤあるよ。行かねえよ、もう朝からスキヤきついぜ。珍しいデブのシュートローか。こんにちは。寒い。あー、バカ。冷たくないでしょうか、デブ。もう器のちっちゃいうんこだね。後ろの車、右曲がんのかな。これ多分分かってないときついと思うんだよね。JR 貨物くんも、うん、みんな楽しい。秘宝館に行くんだよ、みんな。秘宝館はいいよ。謎の秘宝館。川崎、あれめっちゃ煽ってんだ。地方から来るの。もうおじいちゃん大丈夫か。いや、赤信号だから一緒だね。なんか今謎のステップ踏んでたけど、私分からん。こけそうなった、おじいちゃん。こけコーラ。ぬっさんだよ、ぬっさん。あんたの好きなノートオーラよ。全然あれだね、うん、ノートじゃないし。だから好きやない。俺好きじゃないんだよ。普通の車と一緒になってる。あのノート好きじゃないんだよ、俺マジで。ごっつい、ごっつくなったな、あいつな。だからこう、なんかさ、ノートオーラってさ、今度も高級感出ちゃったから好きじゃないんだよ、ほんと。なんかあれっぽいね、なんか。
モクロの進化後みたいな感じだよね、イメージが。これがモクロなのね。まだだいぶ雰囲気変わったね。だから好きじゃなくなっちゃった。全然わかんねえ、あれ。だから好きじゃないんだよね。